はいえー、ひとつき万歳清水です、えー。ラスボス森喜朗東京五輪疑惑ですね、なんと東京地検特捜部にすでに参考人聴取という形で呼ばれてたというですね、えー、これは森さんがですね、元首相経験者であるということも配慮した上で、参考人招致という形になっていることになるんでしょうけど、まあ、要するに事情聴取ですね。 これは <laughs>、えー、これについてですね、角、まあ、川と結局森喜朗も会っていた、で、さらに角川はですね、なんと違法性を認識した上で、お金払ってたっていうのが出てきてしまって、いやいやいや、もう東京オリンピック、えっ、ー、と、昨日はパーク24、あじゃあ、おとついの夕方、パーク24が、なんか、あの逮捕っていうかあの、家宅捜査が入ったんで、今日あたりまたどっか来るのかなっていう、そういう感じではあるんですけども、 いやもうどこまで広がるんだこれはということでえずっと東京オリンピック電通問題についてですね日本で唯一本でね書き続けて批判をされているね本間さんにえ今日も聞いていきたいなと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますえー森呼ばれてたねねうんまあ本当に朝日今日一面でうん朝日が一番早かったみたいなんだけどさほー<う>新聞は一面でまあトップは あの自民党と統一教会の,あの国会議員のねあっちがトップなんだけど、うん、その隣で会って、うん、でもさなんか見たらさ8月下旬から9月上旬だったっけ、うん、で3回呼ばれてましたっていうまたお前これ知見からリリークの話かよみたいな知ってたのじゃ朝日は知ってたでしょええー、ちゃった。 じゃあそのあれよ、あのー、8月の下旬に知ってたかどうかっていうのはちょっとあれとしてさ、うん、もう9月に入ってたら、れら知ってんでしょ、3回もやられてたら。うん、で、じゃあこれ書いていいですかって,ってそしたら知見が、もうちょっと待ってやっつって、つね、うん、あのー、少しずつ少しずつ出して、あのー、ネタをね、伸ばそうよって。 それをあのー、ひとつき万冊じゃないけどネタを少しずつ出す <laughs> うちらは少しずつ出してじゃなくて知ったことをちょっとずつ話してるだけですけどあっちはんか十知ってる一応今日は二今日は三 <laughs> 今日は4まで行こうかなと思ったけども3.5とか,なん,かがガチなんかね、うん、少しずつ出してるじゃ、うんまあこれはねでもさは、まあ、なんて言うの あのー、やっぱりいっぺんにドカンって出すとさ、うん、その焦点がどこにあるんだか分かんなくなって、うんで、結構、この,あの国民の関心もね、うん、薄れちゃうっていうのが、あるんこのやり方、正しいちっちゃ正しいんだけど、うん、うんそれにしても、もう 2, 2、3週間前にやってんじゃねえかよっていうのは、なんかね、知ってたんだっていう、うんまあ。ある程度は知ってるよね、もちろんね。うん でも書かない。っていうのは、<laughs> まあその、捜査に支障をきたすからやめてくれっていう殺し文句はあるけど、ね、うん、一応ね。一応ね。まあでも森は呼ばれてたんだ。まあまあ、ねえ、3回もだよ、しかも3回。ねしかも都内のホテル。都内のホテルですからね。これ、都内のホテルで3回ほど行われたって、これどういうことかっていうと、あれですよ、<laughs> すみませんけ東京地検特捜部まで来てもらえますかっていうふうに言うと、 角が立つから、えー、都内のホテルに呼んで部屋用意してって参考人っていう形やってるけどまあ半分ぐらい容疑者扱いで見られてるものだと思うけどねこれそうねまあ、うんまあ、一応任意とは言ってるけどうん、うん、じゃあ拒否するとどうなるかっていうとカション強制的に及ばれされちゃう <laughs> そうそうそう,そう <laughs> 一応なんていうの任意聴取って、うん えー、そのまあまだ容疑者じゃないけどねっ。だけど、関係のない人間は絶対呼ばないわけで、うん、だって俺と清水さんが呼ばれるわけないしね、この件です、うん、いや、ちょっと話だけでも聞いておきたいんだけどーって、うん、なんか来るわけない。うん、関係があるから呼ばれるわけ。うん、しかも3回ってすごい、うん、1>, 1回じゃないんだ。何度も何度も呼ばれている。 式、えー、事によるとですね関係者によると森氏の聴取は8月中旬から9月初め都内のホテルで3回ほど行われた特捜部は組織委員会の意思決定プロセス会長や理事の職務権限高橋元理事が理事になった経緯などを確認したと書いてありますねねあの高橋を理事にしたのは誰かっていうのはうすごく曖昧まいになってるうん,うんうん。うん うーんと、ね、どなんかの雑誌あの記事では高橋は最初理事にはいなかったんだけど、うん、一番最後の最後に入ってきたって、うん、書かれ方をしていてじゃあそれを決めたのは一体誰だったんだっていうねまああのー、いずれにせよその時の会長は森だから、うん、最終責任は森にあるわか でそれもい,いかもしれないし、うん、別の人間かもしれないけどどちらにせよ最終的な責任は森にあるこ俺は知らんかったんやで済むんだったらあ,あいついたんかあいつだゃあ<え>高橋っていたって今気づいたよみたいな感じで <laughs> いつも定期一緒に来てたけどあいつ組織委員会の理事だったんだとって,って <laughs> ボケてるよそしたらもういやでだからさもう今ボケたふにしてんじゃない あ,まあじゃあね昔愛媛丸っていうのが大変だったねとかおじいちゃんもうそれだいぶ昔のことですよみたいな、うん、しかもあなた大変だと思ってなかったでしょって <laughs> いやーわしゃあのー、サメの飲みそって言われてたからもうないんだの <laughs> もうもうなくなっちゃったよっつって <laughs> もしかしたらあのでもさ うん、論法としてはさいやー私はもも年だから覚えてないんだよねっていうのあるからさああいう人は、うん、ねああ、わしは、ね、もう年だから、ね、もう役に立たないからそういうだけでいいんだみたいな <laughs> それ放細田とまじってる細田とまじってるそれ細田セクハラ幹事長です男としては役に立たないからそういうだけでもしてって自分を取材するあの記者にも声かけてたあああ、まあ、そあれ細田だった <laughs> <laughs> わしのことじゃなかったみたいな <laughs> <laughs> 実は細田もわしなんじゃよとかさボケてるこの人だって。<laughs> いいよ医療刑務所でも。まあね、うん、あのでもさそのなんていうのかなまあ結局、うん、森自身はも,もちろん全く考え,て、うん、考えてないと思うけど、うん、森がずっと会長をやっていた組織委員会。 の中でこの犯罪が行われたわけだもんさだから当然森にも責任があるのよ当たり前ですよそりゃでももう本人は今ねボケたふうにして、うん、ああ俺組織委員会の会長なんかやったことないとかさ、うん、もう逃げの一手だろうけどさ、うん、でここでもう一人責任を負うべきやつがいるやっぱ無党だよね最近 出て,てこないでしょ多分ねあれこれ取材しに行ってもね、うん、ああ武藤はもう今、あのー、ドバイに行ってますとか言ってあのー、もうずーっと無視してるんだと思うだけどさこれ森会長と武藤事務局長で組織委員会を回してたわけじゃない、うんでその組織委員会のお仕事の中で逮捕者が出てるわけでしょ、うん あんなのこれどう見てもこの2人の責任ないとは言えないよ,ね,よ、うん、もね。でももちろんさ、じゃあそれで罪に問えるかって,って罪に問えないんだけど、うん、普通ならやっぱり同義的な責任って感じるべきじゃん,、うん。うん、感じるべきだけど、道義的責任を感じる神経というのが、まあ、あの残っているのかどうかという問題がありますよね。まあね。うん 武藤はもうほらノーパンしゃぶしゃぶの時にもうそういうものは置いてきちゃたのにノーパンしゃぶしゃぶしゃぶ屋にさ武藤さんがノーパンしゃぶしゃぶ屋さんには行ってませんからち <laughs> なみに武藤敏郎って誰なのって多分もうみんな忘れてんじゃないの <laughs> まあもう忘れてるあの武藤敏郎さんはですね組織委員会の実質的な事務方のナンバーワンでございますうよ、ね、でさらに大蔵省 財務省の時間を務められてトップです。ね、日本銀行副総裁。そういう人です。もう多分今、あれじゃない、<ー>民間企業の顧問客車社ぐらい持ってるじゃん。そう <laughs> そうはどこか知らんけどな。うん、すごいいっぱい持ってると思うよ。うんうん、<laughs> 全く出社しないで、月給0 0万ぐらい。うん、いや いやまあちょっとあれそれはあれとして、うん、森と武藤の責任っていうのはさ免れなないいじゃない普通無党は全部知ってるだろうなまあ、イメージ的にはですね安倍晋三が総理だった時の官房長官の菅さんみたいなもんですよ武藤さんっていうのはそう、ね、森さんがトップで武藤さんが全部仕切ってたっていうことですからそうね、うん、まあ森をいちいちさ会議にやっててなかったかもしれない このスポンサー選定とかスポンサーからいくらお金をもらいますっていう話は絶対無と聞いてるわけです。うん、でほらあの例の青木、OK、のスポンサー料は7億5000万円って言ったけど組織委員会には5億円しか入ってない。うん、だって2億5000万円違ってたらさ相当な問題でしょこれ。 いやだってお,お年玉7,500円あげるねって言われて5,000差しか入ってなかったらねえあれって思うじゃん、うん、その単位でもそれでいい、ね、7億5 0 0入ってくるらしいっすよって5億しか入ってないんだけどしっ<で>さんとこ言ってるからそれないしょってもしやったんと武藤さんも森さんもダメだよそれそれさ全然あのなんていうの記事とかには出てこないけど、うん 大問題で、うん、だって、この間6月の20日にほら、えー、組織委員会が最終報告書を上げたじゃないで,、うん、でえっとまあなんてうの、金額的にはこうこうこうですって上げてるけど、うん、あのー、その中から2億5000万円計算が違ってましたって話になっちゃうわけだよね、うん、これね。うんうん、どんだけずさんなんだって話になるじゃない。もっと実はあるんじゃない なん,あるんじゃないねえ、うん、だからこれだからパークね今パーク24も出てきたさ、うん、ECC もあるし ECC 生のまま出てこないけどな語学系スポンサーって出て,てる、ね、語学系スポンサーって出たそれ ECC のことだよね <laughs>、うん、ECC だろうねでそこもみんなさなんかやったら もう鶴の人高橋の鶴の一声で安くなったり、うん、でまあ安くなるのは置いといてさその言われたっていうか一応その公表しているまあこれ世間には公表してないんです、うん、でも組織委員会の内部では当然どこのスポンサーはいくらっていう金額が明示されてるわけで、うんうん、それなのにその金額とよりも はるかに少ない金額しか入金されてないっていう状況が一体いくつあったんだっていうね、うん、いこれがさまあ250万違ってましたって言うんならまだね、うんえー、ダメだよダメなんだダメだけど、ね、まだまださ、うん、あれですけど2億5千万円違ってますってそんなものもそれを組織委員会が了承してたのかっていうさ、うん、話でね 検察の皆さん、そこチェックしてくださいねーって、うんん7億5000万って言ったら5億しか入ってこないの、これ、森さんとしてどういうふうに思ったんですかーって、参考人として意見を聴取しといてくださいね。これ、そこ、すごい問題だと思うんだけど、うん、結局、われわれはそれをチェックできないな、うんでかっていうと、われわれ、要するにそのそ強制捜査権を持っていない人間は、うん 組織委員会の,そのネット、スポンサー料が一体いくらになってたのかっていうのを知ることができない、うん、だから、我々にはチェックのしようがない、うん、もちろんそれでチェックしたからといって、俺たちの財布が痛むわけではないが、うん、その彼ら、要するに組織委員会の出してきている数字ってもんが、全然合ってないんじゃねえか、これっていうさ、うんうん、そういう疑念が出てくる。うん なんか俺なかなかすごい話だなと思うよねやっぱねうーん今日はどこに家宅捜索が入るのかなっていう感じですけどねうーんいやちょっとさっきからそっち見てんのね、今おかめがね何かしそうなああかじってるうーんかじらしといてあげてくださいいや俺の本をかじってるうーんおいしいんですよあ今なんかコードかじってるうーん危ないですね <laughs> <laughs> ちなみにこれ角川と会ってたっていう話ですよね。ね<え>森さんは角川と会っていてお金どうしたんだろうね。ね<え>うん。で、鶴彦とも会ってたって言って書いてあったよね、確かうん,、うん。まあ、あれかなやっぱりほら、さっきも言ったけど、高橋みたいに現金をまんま。 振り込んどいてーっていうほど迂闊ではない、うん、何か別の形お見舞い金だからあれと青木はお見舞い金だったわけじゃんうん200万円のお見舞い金ですからねすごいけどすげえよな角川からはあれかな金の角川文庫復刻版角川文庫金金 <laughs> とか なんかそういうもんいやや下品やなそれうんまあだからなんか知らず知らずの間に200万円入ってた紙袋を置いて何も言わずに置いて帰ったとかねそうね、うん、例えばトラヤの袋に入っていって <laughs> あまりさん、ね、<laughs> あまり元幹事長はトラヤの袋の下にあ,あの50万円が2回入ったんだっけ、うん、そういうのがありましたからね やっぱトライヤのの紙袋っていうのはなんかこうそういう時に必ず使われるんだね。いやいやトライヤの紙袋別にそんな頻繁には使われてないと思いますけどまあ頑丈ではあるでしょう、うん。頑丈頑丈。うん、トライヤの腰感重いからね。うんうん、やっこういう時のためにあるのかな。ないない。<laughs> トライヤがかわいそうです。<laughs> トライヤの腰感はやっぱうまいよね。トライヤの腰感欲しいな。 久サ <laughs> 食べたいなでそしたら50万円が入ってるとか200万円が入ってなんかそういう方法を疑っちゃうよねこれうんでもさこのじゃあ森がそうやって悪知恵働かしてるんだけど角川ずさんすぎないこれすごいよねこれずんんが弁護士に賄賂の可能性を指摘され <laughs> 元専務らが押し切る形で資金提供これさ専務だよ 役員で,で絶対これも会長と社長の責任免れないよ。だよねで。しかもこれなんかさお前らもうちょっと悪いことするんだったら危機管理ないのって思ったのが弁護士とメールでやりとりしてるんで、ね。これ賄賂になりますかねやばいや賄賂だと思うよ。やめた方がいいよとそうっすかでもね私した方がねいいんですよとかっていうのメール押収されてるってちょっと待ってよと普通そういうのって電話で話さないって。 メールしちゃダメでしょ証拠残っちゃうんだからすごいよねどんだけずさんなのというわけで、角、えー、川はダメですね。あの悪いことする知恵がない。で別に悪いことする会社じゃないじゃないですか、電通とかじゃなくって。ね<え>だから、<そ>これは、の手出しちゃダメだったんですよ、もともと。いそう,いう,うん。 だけどさこれでさ弁護士が止めるのにもかかわらず、うん、やっちゃってるっていうのはさそれだって専務の意思かって専務よりも偉い人間から専務は言われたからやってんじゃないのいやこれだってこの、うん、とっつかまった専務は他者から来たリクルート上がりの、うん、まあサラリーマンですよ言うてみたら。んでしょそれがさ ここまで悪い橋を渡ってでも俺はっていうほどの根性があるんだったらこんなに早く自白しねって。ってことはさまあ上から言われたからたじゃあ上っていうと専務の絵は社長と会長だけですよ。うん、じゃあ社長夏野。うん、だけどそこまで積極的に悪い橋ちょっとはてな。 そうするとやっぱりこういう時に出てくるのがですね創業者の根性ですよ <laughs> でしょう誰やってなっちゃったんじゃないかなまあだからそ、あのー、まあどっちなのかは置いといて、うん、全部が「いやこれいくらなんでも危ない橋なんじゃないですか」って弁護士に言われてんの、ねうん、いいいまい、あ、いいいんだいいんだやっちゃえなやっちゃえ」と。うん ルビコンが渡っちゃえっていうね、言うん、言う、あ、影には、やっぱ誰かに言われてるとしか思えないじゃん。うん、なんか自分、まあ、あとは自分の名誉名、自分のほら、社内的な地位で、もうこれでオリンピックでドカンと稼げば、次の社長俺、みたいなさ、うん、のもあったかもしれないけども、うん、それはゼロじゃないだろ まあ普通に考えたらどうしてもやってくれたまえっていう上から天の声があったって考えるのが普通だよ、うん、多分地検もそっちの方向でチェックしてると思うけどうん、うん、でつぶひこくんのねあのミイラみたいな顔のつぶひこくんがなんか別々つぶやいてん、うん、たんじゃないかなっていう気がする。 そうすると、角川側は、多分、ずさんな感じで、お金渡してる可能性があるね。森にも。えー、そっからさらに一段踏み込むんじゃないかな。青木会長は見舞金っていう名目でさ、渡してるじゃん。だけど、角川は、 森会長、本日はありがとうございました。あなた様のおかげで出版枠を独占することができました。どうもありがとうございます。つきました、そちらのお礼としてこちらがとかっていうのをですね、やっちゃってる可能性があるね。まあ、あるよね。うん。それはある。もうさ、必殺仕事人みたいな話だよね。<laughs> あの競合があってその競合は。いやお主も悪いやのいやいやおいいい大観様ではありませんみたいなこうそういう感じ。その大観がさと越後屋がつるんで競合、うん、相手を潰してっていう話ってよく出てくるんじゃん。うん、それかよっていうね。うん、まあでもこうやって考えてみると、うん、本当

オフィシャルサポーターパートナーうんあたりはみんな呼ばれてる、うん、ってことは、うん、新聞社も呼ばれてるということですよあそうですね産経新聞さんと北海道新聞さんオフィシャルサポーターですからね、うん、の呼ばれてますよ、うん、<laughs> 自分たちが呼ばれてるかどうかぐらい書けよほんとだね <laughs> <laughs> 人様が呼ばれた呼ばれたって前記事書くんだから <laughs> 自分たちも呼ばれたかどうか関係よって話だよねいやー本ほんとだねこれ間違いないオフィシャルあのオフィシャルサポーターのクラスは全社呼ばれてるす。うん、お前ら高橋にんかお前送ってねえかーって,って、うん、でそこに産経新聞と北海道新聞がいる産経はね産経は純粋にお金がないからそこにいるんだよ <laughs> <や>そうね <laughs> オフィシャルパートナーにあの全国紙5紙が入ってる、うん、あ4社入ってる、うんでもそのお金がないからサポーターになった、うん、俺はね北海道新聞は何かあるかかありそうな気がするね札幌五輪つきましてはよろしくお願いいたしますみたいな話 <laughs> ありあってもおかしくないよねおか,おかしくないおかしくない同心俺も何人か記者知っててさ あの原発系の方で、ね、何人かしててすげえ真面目な人たちだから、うん、まあその人たちのことを考えるとちょっと胸が痛むけど、うんうん、北海道札幌オリンピックも目指して、うん、高橋さんこれからも末永く末永く、うん どうぞよろしくって,ってこうね。それ何にょろにょろ君。<あ> <laughs> それぐらいだったらいいじゃないですか。ムーミンのにょろにょろ君ぐらいだった。ムーミンのにょろにょろ君だったらいいけど。わ <laughs> <laughs> <laughs>、まあ、なんかあるかもしれないよね。だからこれ。うーん。前者呼ばれて一体この先どうなるかって言うんで、うん、それでほら。あの、現代に書いてあったけど。うん 結局高橋、認めないからさ、うん、日本の人質司法はさ認めない限り釈放してあげないっていう伝統があるわけよもう最悪の伝統なんですよ、皆さんそれは中世か、<や>お前はっていうあのこの間えっ、ー、と6日だっけ6日に起訴して再逮捕した、うん、再逮捕するとその再逮捕した案件でさらに20日間勾留できる で今、えっ、ー、と最初の逮捕があって、その後えっ、ー、と、このあれがあの伸ばした部分は、角川で伸ばしてるのかな、うん、青木かな、いずれにせよ、そうやって、一つのルートで20日間、20日間、20日間って伸ばすと、うん、<laughs> あの永遠に交留できる、ね、恐ろしい話、なかなか恐ろしい話なんだよね。うん で、その間にさ、結局もうほら、被告はもう弱気になっちゃって、うん、最後は陥落するとかっていう、うん、そういう話もあるわけよ、もうね、ん、もうね、う毎日たらば食っててもう疲れたと。<laughs> 缶詰ね。あ缶詰だけど、ね。うん、もうね、あの、フィレ肉が食べたいんだと、フィレが。フィレ食いてえと。うん。ロースでもいい、この際。うん。何でもいいから、厚みのある肉が食べたいんだと。<laughs> 早くシャバに戻してくれと分かった分かったよ賄賂だって知ってたよ <laughs> <laughs> いやこれでよかったのかはいはい分かりましたみたいな <laughs> っていうのをいやこれね冗談めかしてしあの喋ってるけど、うん、中身はそうなのあの相手が認めるのを待つ、うん、だからもう完全に持久戦だよねうん、うん 城を取り囲んでひたまあ、兵糧攻めつって3食飯は食えるけどさ。うん、まあ、辛いよね。締め上げてんだね締め上げてるわけですよ。うんうん、で、20日間頑張って、あっ、今度こそ、今度こそしゃば出ると思ったらまた、あ あカドカーのネタで、はい、追加です。あパーク24で追加です。んとかかんとかで追加です。お前、あそこでタッチョンしたよな、で追加です。やた感じで永久に続くっていう。これちょっと心折れるよ。心折れるな、これは。結構疲れるよ、これ。<う> <laughs> だから、それ、でもまあ、それは本来やっちゃいけないんで。うん。うん。本当はね。ね、容疑者の段階だからね。うん 容疑者の段階だからそれを何日も交流するもう江戸時代の水攻めみたいなイメージお前がやってたのドボンっつって俺前やってないおるさいお前がやったてたのドボンみたいな感じでこうずっとそういう感じですねあの東京拘置所のねお風呂はすごく綺麗でね あの一、うん、人用はね一人用そうですかうんあのあれよビジネスをホテル並みに綺麗へえ<ー>うんあれは東京ごちよかった <laughs> いやそ,そうなんだ <laughs> <ー>でも多分高橋だと多分自宅のお風呂の方が綺麗だと思いますよそうす <laughs> どっかかってもよけないだったらしいですからね 青ウがついとらんなんだけどた <laughs> <laughs> たん高橋自宅の方が、うん、まあいいだろうねうん、うん、ミストサウナがついとらんけどな、うん何とかしてくれんか、うん、<laughs> 高橋なら言いそうだな、うん、まあでも本当あのー、で一日さなんじゃあ一日拘置所の中でゴロゴロしてればいいのかってとそうじゃないからね、うん、弱いやそうだ 一日おそらく4、5時間ぐらいさ、ずーっとこう検事からさ、うん、こうんなぶ厚いこの書類の束持ってこられて、うん、これつって見せられて。高橋、そろそろ出たいだろう、つって。うん、あげろっちまや、<laughs> つって。ああ、うん、こういうわれるわれは。のもうとっくにゲロっちゃっても、今、お、ま、前、あ、夜ステーキ食ってんぞ、ああ、きゃ <laughs> ー、ゲロったぞ 裏切ってんぞあと森にもな、今言ってんだけど、お前だけ見せられるかもな。これ先にゲロっちゃった方がいいぞって、こういう感じで言われるわけですよ。うん。<laughs> 実際行ったのあの分かりやすくイメージでやってますけど、そんな取り締まり多分しないとは思うんだけどね。<laughs> 実際そんな風にやったら多分、後から訴えられると思いますけど。<laughs> ちょっと真面目に書類を見ながら「あ高橋さんこちらの件なんですか?」って聞かれてるんだと思ったけどまあそうだよね、うん、まあやっぱりさ自供を得るっていうのが裁判する上ではさ、うん、一番鉄板なわけだ当たり前でで高橋はずっと否認するということは、うん、まあ最高裁まで争う気だとなんだっていうのが透けて見えるじゃうん、うんうんうん だったら自供に追い込めれば検察の勝ちなわけね。うんうん、だからそういう時にじゃあ何が取引材料になるかっていうと、うん、俺検察が取引材料に多分使うと思うのは。うん、承知段階での金の動きあー。なるほど。うんうん。もうそこ。本当はそこまでやりたいけど。うん あるいって100日間ぐらい交流しててもさ <laughs> 落ちないってことになるとさ <laughs> いい加減やっぱりさ弁護士団体からとかいい加減にしとけってっやりすぎだぞと <laughs> やりすぎだろうっていう批判が出てくるん,うん、うん、そうなるとじゃあまあもう贈収賄の贈賄の送った方はもう不問に伏してやる そのおかわりもらった分に関しては悪かったって言ってくれみたいなさ、うん、まあそういうね俺司法取引っぽいものを最終的に持ち出すような気がするなるほどうんまあ俺は本当はそっちの贈賄もきちんとやってほしいなってもちろん思うけんど、うん、さ、うん、まあ諸悪の根源がそこだったんだからね、うん だってそこでさお前二億だら9億だっつってさ、うん、あれぶち込んだから日本にオリンピック来ちゃったわけだ、ね、いやそうだね本当にそれやってなかったらオリンピック来てないんだからうんうんしかしこれスポンサーどこまで家宅捜索広がるんですかね,ね<え>どここれだからオリンピック えー、ごめん、えー、っとオフィシャルサポーターのそのラインね、企業の、ね、全部、うん、まあでもなんかな、ね、昨日も言ってたけど、グーグルとかあんなところはやる必要ないわけでやっぱりこうね、うん、なんでここが入ってんのっていうような企業は、これから家宅捜索が入ってくるんじゃないまあボストンコンサルティンググループとかね、ワ、e、イジャパンとか関係あんのっていう。 もうなんか仕事とばあだっんけどん何かねありえるよねまあでもやっぱり期待してしまうのは「P」から始まるあの会社って言ってたら「P」パー「パー」パー「パーパーパー」パーパーパー「9 2でそっちじゃない」<laughs>「パーソだな何も関係なかったのパソナルさんおかしいよねえー、何も関係ないって言われたらさ「うん、えなんで?」ってで?」 言いたくなっちゃむしろパーク24とか角川とかのほうがびっくりですよねでもまだ出てこないこれはまさに検察がメインディッシュは最後の最後っていう、うん、決めてるのかみんなが期待してるんだからそうね この際だって森の逮捕よりもさ竹中平蔵が盛り上がる竹中平蔵逮捕の方はさ国民のね願いはそっちでしょもう森吉郎とか誰だっけぐらいの感じだけどあの竹中平蔵は現役でなんかまだいろいろやってるからねうんやっぱりさ国民のこの恩擦を集めてるっていう点ではさ竹中平蔵のは遥かるかに上だからね <laughs> ちょっとね、なんかパソな家宅捜索いつかなって、ただ、1個、動きがあるタイミングがあるんですよね、これ、捜査が大きく動くタイミング、うん、これはですね、沖縄県知事選挙が終わった後です。うん、えっと、あさあって、ね、終わる。で、ちょうどそれがね、えー、っと、日曜でしょ、あれ、確か。うん 日曜に終わってだから土日の読売あたりがこの問題をどう書くかでそして月曜日に何があるかですよだって先週もなんか土日なのに読売ずい随分リーク頑張ってんなーって絶対月曜日動きあるよって言ったらあったでしょうかとかとかバックに需要はちょっと予想外だったけどと やっぱ選挙終わって何があるかじゃないかなこれはでもそうすると月曜日はさ、うん、タクシーの一面はさ、うん、沖縄県知事選でどっちが勝ったかっていう方が一面に来ちゃうから火曜日かなっていうか月曜日かな何か起きるとする月曜に何かが起きるそうそうそう、うん、そう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 そ 会 <laughs> <laughs> それのためにお前人を動かしてんのかっていうねだー森が逮捕はされないと思うんだけどねこれでも在宅起訴ぐらいされるかもな、うん、あ<ー>ありえるかありえるかもしれないだけど全然出てこないっすね他の政治家連中が新聞、うん、ではちょっとかするじゃないですか 自民党の参議院議員がとか電通出身の議員がとか言って,ってそれお前橋本聖子と開いでことやとっていう <laughs> ね<え>。ね。うん。いや出てこないやっぱりこれはやっぱメインディッシュは後にっていうことなのか。あるんだろうな。でもちょっともう待たされすぎてねえ、気を失ってる感がありますけど。うん。 勢いして,るっていううもう早く出してほしい。まあそうですね、えー。今すぐとりあえずネタとしては高橋さんが逃げ出してほしいですね逃亡。うん、で、えー、とカルロス・ゴーンみたいにスーツケースの中に入って逃げようとしてるところを逮捕されるって <laughs> それぐらいなんかこうイベントが欲しいですね。ねしかし岸田さんも持ってないねオリンピック問題と国葬問題で大変な時に。 今もじり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 、五輪汚職の爆弾の導火線がひっついてて、なんとか国葬で乗り切ってやるーっていうふうに思ってたら、なんとですね、皆さん、エリザベス女王陛下がお亡くなりになっちまいました。これ、ね、のタイミングで。絶対比較されるよ、あの氏に<で>とイギリて。え、もうさ、全国民挙げて国葬、うん、じゃない、当たり前だけど。うんうん 国家元首だからね、うん、国葬。なんこんなさ、うーんと、国葬はやるけど、超国民に弔意は求めないとか、うーんと、えっ、ー、と、よく分かんないけど、とにかく国葬だけやらせてって言っている岸田君の安倍の国葬とは、もう絶然レベルのもの、うん、いわゆるザ国葬っていうのをやるや <laughs> ザ国葬、うん。 これはねだから持ってないよね,ね岸田さんっていうのはっ彼ってほんと持ってないんだよ、うん、まずあの内閣総理大臣になったとたん株価暴落しましたからねうん、うん、やっぱり性格なんだねうん性格っていうかそういう星のもと、はい、なのあれも一種の集合値ですからねええ、ね やっぱりミスミ見透かしちゃうわけだね。だから本当、まあ、別にエリザベス女王に文句言ってもしょうがないけど。いや、その文句。あと、うん、あと3週間頑張ってくれれば。っれれば <laughs> つまり9月26日以降であれば、うん、ねなんとか自分たちの国葬も終わったけど。うん、いや、もうこれ。 まあ、でもな、きょう、9月、えーっと9、9月9日、9日うーん、まあ、国葬って言ったって、やっぱり1か月後ぐらいだろうからな、うん、10月に入っちゃうんだと思うんださ、もろかぶりだよ、安倍晋三とでも、うん、話題としてはあ。それは話題として、ねうん、でもね、こっちはさ、まあ、日本からさ、 誰っていうのはね皇族ねああ<ー>皇族日本日本の皇室と英国の皇室ってすごいこう近いっていうかうものすごく厚い、うん、絆が厚いから、ねうん、だってえー、っと今の天皇も留学先ロンドンじゃなかったっけなああそうだった、うん、確か。 まあ、ってる、うん、まあどっちしろ絶対行ってるし、うんうん、イギリスには行ってるしさ。うん、まあな、天皇が行くってことは無理だと思うけど、うんうん、まあ、そうなるとまた秋篠宮んとかね。うん、で、日本だってさ、それこそやっぱりね、相手がイギリスだからね。ああ、やっぱりそうそうそう、あ,あの今の天皇。 うん、あのロンドンですよ。留留学学行ってます前のあの前のっていうか昭和天皇もねイギリスには行ってるしね、うん、非常に皇室同士のしの厄介っていうのもあってあとまあ日本まあこっちの国葬はさマジで世界の原首級が走って集まってくるじゃん。うん、比較されるな 隠されるなまあな安倍はななそうは言ったって安倍はなまあ国家元首でも何でもなかったわけだからさ、うん、まあしょうがねえっちゃしょうがねえんだけど、うん、じゃあやるなよって話になるわけよじゃあやんなきゃいいじゃんっていうね、うんうん、やっぱ国葬って言っちゃうと絶対比較されちゃうわけじゃ、うんあんなさ結局何外交がどうた弔問外交がどうたらって言ってたけど、うん、結局あの 本当の本当の現役の政治家っつったらモティとカナダの首相。トルダこの2人ぐらいじゃなかった。うん、2>, 2人か3人ぐらいしかいない、うん。向こうはいっぱい行ますよ。向こうはすごい。もう。向こうはやばいよ。<laughs> 悲しい, <laughs> い。まあ世界各国のさ、皇、うん、室からも来るからね。皇室、王室。 いやーもうだから岸田さんって本当うんないねって国葬に行くまでにですね統一教会問題が火を吹き五輪汚職に政治家が関わっててっていう中で国葬やりましたかってかもうどうなっちゃうので昨日の,、うん、あの閉会中審査で、うんえー、岸田がまた つまんない答弁を繰り返して、うん、そして今日のほらさっき送ってめざましト、めざましト、フジテレビの、えー、橋本君の説明に納得した岸田君の説明に納得しましたか納得しませんが83%もあるっ <laughs> 何のためにやっとるんだって結局説得力もないんだよね 燃料投下してるだけやんこれ、うん、彼が出てきてさなんか説得力のある、うん、な何か発言ができるのかっていうと結局できないわけよ。もともと無理筋だからできないんだけど。うん、あなんかこうんえ結局昨日は一体何のためにやったんだっていう。 いやーもう本当ね、その国葬、統一教会、東京五輪汚職、確かに重要な問題です。ねだけどね、もっと問題なことが今、日本には起きてるんですよ。こっちが重要なんですよ。AS、物価上昇で、すよ、うん、いやで iPhone が新作がね、今日発売、予約開始ですよ。昔、iPhone って一番いいやつ5、6万で買えたんです。うん 今12万です一番安いやつで高いややつつ高とか20万超えてる、ねね、で他にもいろんなところで物価上昇で大変なんですけどもアップル国葬ね円安これでねもう象徴的な国葬ってこういうふうに尊敬されてる人にやるべきものだよねあの安倍晋三ってねあの国際的に尊敬を集めていたっていうふうにこう言われてるじゃないですか。 ですけどちょっと今日のアップルのホームページ見てくださいよ本間さん今送りましたこういうふうにされる人が世界的に尊敬を集めている人ですトップページ見てくださいうん。クイーンエルザベスって書いてるでしょああ、つまりちょいを表すと,とアップルのホームページがちょいを表してこれこそ世界的に あのー、尊敬されて弔意を集めてるわけじゃないですか。外交儀礼じゃないよ。ねうまいね。安倍晋三が亡くなった時にこうやって出ましたかねジャパンプライムミニスター、心臓安倍って。出てないでしょまあ、それは出るわけね出るわけは出だけどさ。出るわけは出えだけどさ。<laughs> <laughs> ああ<ー>。<laughs> <laughs> もうなんか、ね、もう。 わざわざと差を見,つけ見せつけられるよね、このなんか、格の差というのまあ、変な話は、安倍もかの気の毒だよね。<laughs> まあ、そ,そうね、そうね。エリザベスとさ、<laughs> に比較されようなんて本人も思って,な,思ってなかったと思うよ。<laughs> こんな岸田は余計なことをするからさ、<笑><笑>俺たちみたいなのにもボロクソに言われてさ。でもね、エリザベス女王陛下。 すごい元気だったんですよ。うん。でも急速に弱くなったでしょ。去年まですごい元気だったんですよ。うん、なんでなんたのう、ね、一回コロナになって、ね、そうなのよ。そこな。そう。うん。エリザベス女王陛下ですね、えっ、ー、と、コロナになったのは今年の春かあ2月かな、それぐらいだったんですよね。うん、で、それからですね、ちょっと弱くなっていったわけですよ。まあ、だってそれはお年だもん。 だけどエリザベスさんコロナな、あのー、なってなかったらもっと生きたと思うよ。うん、怖いなと思ってねまあどっちにしろだから日本は今すぐ破防法 <laughs> 適用して統一教会選別で正しい意味での指揮権発動、ね、指揮権ってあの法務大臣が捜査止めるものっていうイメージあるけどそうじゃなくてあれちゃんと捜査しなさいっていうのがもともとの指揮権なんで。 もう東京地検特捜部だけじゃなく名古屋地検も,、ね、もう全部もう東京五輪で行けというふうにやって,ペッペッてあのちゃんとカルトと汚職を排除して国葬に関してはもう恥ずかしいでやってられないと国民のご反対も多いしエリザベス女王と比較されたが恥ずかしいやべって言って円,だ円安問題に取り組んで来年の食糧危機ですよ、うん、これマジでやばいからね というわけでああ、うん、私が試算した限り1970年代と同じぐらいのエンゲルケースになりますマジで、はい、?35% から40%です今25%ぐらいなんですよなので食費1.6倍ぐらいにはなる可能性があるとあ来年じゃない数年かけてこうなっていく可能性は十分あるということですねでえっと18時からですねちょっと取り上げたいと思っている話題がですね 円安とかね、あんまり興味持ってないじゃないですか、今。ね、国葬、おりん五輪汚職、統一教会って思ってるうちに、なんと岸田さん、ガソリン補助金打ち切っちゃいましたからね。ねえ,え、あれ、打ち切ったのもう、あのう段階的に減っていくっていうことです。ああ<ー>、それ、決定。うん、ちょっとちゃんとしようよ、本当に。もうこの問題ね、再生回数取れるから嬉しい、正直に言って。だけど <laughs> ところじゃないんじゃないかなっていう問題が着々と進んでおりますので、えー、ちょっとね、あの見ていきたいなというふうにちゃんと見ていきたいなというふうに思いますよ。ねえー、即統一教会には破棒法適用し、指揮権発動で東京五輪は正しく汚職を一掃と札幌五輪も中止ということで、えー、本間さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。 えー、おおちゃんはどこにいるのかなあ出てきた出てきた<え>はいはいありがとうはいおおちゃんそしたらバイバイね皆さんバイバイおおちゃんの餌代も含めてカンパお待ちしておりますジャニー、えー、昨日いただいたみたいありがとうございまーすはいではじゃニーは,ういはい今日もありがとうございます全通と戦う本間優さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね。 で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。